今からインスタ映えで有名なね、溝の口洞穴ってところに行こうと思っています。洞窟の中におはぎさん行くの初めてじゃないかな。ねえ、国指定天然記念物溝の口洞穴というところにやってきました。なんかね、すごい穴っぽこが開いてんですって。あれが洞窟だ。洞窟に向かって歩いていきましょう。インスタ映えスポットなんだよね。こんな像もあって、ちゃんとアルコールもある。すごいね。どこまで続いてんだろこれ。もういいの入ってく？あ、ちょっとやめとこうかなってなってる。すごい穴だよ。溝の口洞穴は入り口の幅 14.6m、 高さ 6.4m、 全長 209.5m。 そんなあんの？へえ。こんなにあんだって。いやー、洞窟の中来ましたけど、奥どこまで行けんだろうね。ちょっと進んでみようぜ、おはぎ。あー、逃げた。おー、すげー洞窟。ライトつけてるけど無意味だね。撮影はできないね。すごいね。インスタのために存在するかのような洞窟。こっちがいいんだよな、きっとな。この感じがいいんでしょ。インスタ映え的には。おはぎさん、中央を歩いてほしいな。お、いいね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 。インスタ映え、インスタじゃないけど。すごいね。お客さんがいっぱいいて、インスタを撮っている。その合間を縫って撮影してますが。すごいなぁ。神々しいね。すごい穴です。まあでも見るとここだけなんでね、すぐ見終わっちゃうんだけど。帰ってきました。ちょっと短い動画だと思うんですけどね。はい、なかなか神秘的な動画が撮れた感じがしました。溝の口洞穴でした。